それでは、これから第2キッズの教育発表させていただきます。よろしくお願いします。第2キッズの目標ですが、目標は生活力の向上と余暇の充実です。キャッチフレーズは、卒業後充実した人生を送るためにみんなの楽しみを見つけます。活動内容ですが、余暇支援、生活支援、就労支援です。余暇支援、1、地域で楽しめるヨガの提供では、カラオケやボーリングに行って天候に左右されずに遊べるヨガの提供をしました。友達との楽しい時間の共有ができました。外食体験ではフードコートへ行ったりファミリーレストランへ行きました。自分が食べたいものを予算内で選びます。注文から片付けまでできるように練習しました。体育館へ行ってたくさん体を動かしました。散歩散策では近くの公園でカブトムシやクワガタを見つけました。夏休みにはブルーベリー農園に行ってたくさん食べました。出雲科学館へも行きました。その他、振り替え休日を使って図書館や遠方の方へ外出も楽しみました。成果ですが、この地域でどんな余暇活動ができるのか体験してもらうことができました。出かけたい場所とタイムスケジュールなど、子どもたちとスタッフで話し合うことで学校休業日などに充実した時間を過ごすことができました。2、公共交通機関の利用、マナーの習得を目指す。バス体験をして長期休みにバスを利用して出かけました。あえて乗り換えのあるバスに乗りました。成果ですが、料金表を見て支払う練習をしました。役割分担を決め、子ども主体で動いてもらいました。順番を待つ、静かにするなど、マナーを守る体験ができました。3、興味のある余暇の上達、必要な知識を習得を目指す。 IT 機器の活用では、タブレットを使って動画、お絵描き、学習遊びなどを通して検索の仕方や、タップ、フリック、スクロールの操作練習、Siri の活用、音声検索などをしました。パソコンでは自分の調べたいことなど目的を持って使いました。時間を決めて取り組みました。多くの子がローマ字表を見ながら文字を打てるようになりました。創作では編み物、織物、ビーズ、刺し子、染め物など30分以上も丁寧に作業ができます。集中力、持続力に驚きです。貼り絵、折り紙では1年前は紙の端と端を合わせることも難しい状態でしたが、折り紙のアプリの動画を見ながら自分で折ることができるようになりました。お絵描き、デザインでは描いた絵をアイロンプリントして T シャツを作りました。パズルでは1000ピースから2000ピースに挑戦している子もいます。300ピースは何度も繰り返し取り組んで、どんどん短時間で仕上げることができています。根気強く毎日取り組み、最後まで諦めませんでした。ラキューでは完成図を見ながら作ることができます。アイロンビーズも行いました。チームで創作をしました。写真は夏の作品となっております。工作野外遊びでは竹を使って水鉄砲や家を作りました。段ボールでロボットを作ったり、ログハウスも作りました。成果ですが、やってみたいという思いを引き出すことができました。いろいろなものに触れ、作る楽しさを体験してもらいました。得意なこと、好きなことを見つけることができた子がたくさんいます。じっくり取り組む時間を持つことができました。食育では庭の畑で野菜を作りました。畑の野菜を使って料理を作りました。レシピを調べて企画から取り組むお菓子作りも挑戦しています。手順書やレシピも作りました。この1年で料理にとても興味が湧いたようです。ピザトーストは具材を乗せて自分で焼きました。味噌汁やスープも一人でできるようになりました。焼きそばはスタッフの指導なしで全ての工程をこなせるようになりました。
成果ですが、野菜を育てたり、パソコンや図書館で料理を調べるなどをして食べてみたいという興味を引き出すことができました。自分の力で簡単に軽食が準備できることを知ってもらうことができました。みんなで協力してお料理をすることも体験できました。室内遊びでは UNO、トランプ、野球盤などを行って自分から誘う練習、ルールを学ぶ、カードの準備などしました。今ではババ抜きをポーカーフェイスでできるようになりました。成果ですが、自分からお友達を誘うことと小集団での遊びが定着しました。ルールを学ぶことができました。カードを切って配るなど、子どもたちだけでゲームの準備ができるようになりました。卓球ではタイマーを利用して順番なども子どもたちに任せています。週3回ボランティアの方に来ていただいています。外部からのお客様への対応も学んでいます。子どもたちの腕もめきめき上達していて、今年の6月には障害者スポーツ大会に出場予定です。成果ですが、卓球を通して感情表現が豊かになった子が多くいます。嬉しい、楽しい、悔しいなど、思いやりのあるプレーや言葉がけが増えました。順番を守り待てるようになりました。継続して行うことで向上心が芽生えました。自主的に取り組もうとする子が増えました。みんな楽しそうに卓球をしています。その他、プラモデル、オセロ、写真、縄跳びなどいろいろな活動ができました。4、コミュニケーションを学ぶでは、挨拶、返事、言葉遣い、協調性、感情のコントロールなどを身につけたい。タブレットの活用、ホワイトボードでの筆談、質問ゲーム、場面に応じて言動や行動について振り返り、説明などを丁寧にする。質問ゲームでは輪になって隣の人に質問していく遊びです。成果ですが、 IT 機器を活用することで言いたいことをスムーズに伝えられる場面が増えました。使うことに慣れてきました。質問ゲームでは参加しているお友達のことを知ることができました。状況に合う質問を考えてみる機会を持つことができました。必要に応じて個別に対応することで、その都度学んでもらうことができました。5、金銭感覚を学ぶ。買い物体験では、おやつの買い出しや頼まれたものを買う、自分の弁当を買う、おやつのもぎれちでは50円、30円、20円のおやつを一つずつ選んで支払います。慣れてきたら1円、5円、100円、500円玉も使い、設定とは違う金額を支払う練習もしています。成果ですが、自分が食べたいものを予算内で決める練習ができました。セルフレジをヘルプなしでしっかり使える子が増えました。小銭を使って細かい支払いができるようになりました。今後はお小遣い帳の管理や大きな金額の扱いにも慣れるなど取り組んでいきます。生活指引1、スケジュール管理。それぞれの状態に合ったスケジュールを使っています。活動の前にスケジュールを立てます。 A、 スタッフと相談しながら立てる。 B、 全て自分で立てる。パターンなど、パターンは様々です。ブレインジムや宿題、活動など、それぞれの予定に沿って進めていきます。カードタイプでは、終わった活動に丸のカードをつけていきます。手帳タイプです。ホワイトボードでは、書き直しやスタッフの書き込みが簡単にできるホワイトボードを活用する子もいます。活動後の振り返り、それぞれに合った形式で振り返りをします。成果ですが、スケジュールを定着させることで時間の感覚をつかむこと、自分がしたいことやすべきことなどをリストアップすることができ、有意義な時間が過ごせました。自分で予定を立てることができる子が増えてきました。毎回本人とスタッフで活動の振り返りをすることができました。2、生活力の向上。お手伝いメニューをしています。多い子は1日に3つを してくれる子もいます。お風呂掃除、掃除機、トイレ掃除、
トイレ掃除は、繰り返し取り組むことで手順書を見なくてもできるようになりました。窓拭き、床、階段拭き、隅々まで丁寧に拭いてくれます。洗い物では手順書を作り確実に洗えるように工夫しました。洗濯では洗濯機の操作や洗剤を測って入れる、洗濯干し、洗濯畳などしっかり練習しています。成果ですが、積み重ねて練習することで生活するために必要な力が確実に身についています。自分から動いてくれる子が増えました。3、援助の要請ができる。困り感の解消、SST やタブレットの活用、言葉を吹き出す工夫、言葉が出るまで待つ、何ですかと質問するように対応しています。スタッフが指して言葉を先に言わないようにするなどしています。相手に伝わりやすくする工夫では、自分の伝えたいことが伝わりにくい場合は、いつ、どこで、何が、どうしたのと話しやすいようにサポートしています。 SST ではSST が必要な数人の子どもが定期的に取り組んでいます。スタッフと対話しながら取り組みます。ドロップトークでは 指文字表などで活用しています。タブレットの活用では、文字を打って文章を作った後ボタンを押すと読み上げてくれるので、発話が困難な場合に役立ちました。成果ですが、SST ではスタッフと子どもでさまざまな状況を想像してみることができました。発話が困難な子も困ったときにスタッフに伝えることが少しずつできるようになってきています。会話方法を工夫することで言葉を引き出すことに成功しています。就労支援。1、働くことを学ぶ。お仕事依頼。ほうれん草。我慢、集中、継続、正確性、接客、言葉遣い、最後まで責任を持ってこなす、意欲を引き出す。お仕事依頼では複数ある依頼書の中から選んで仕事をしています。支払い条件を満たすように仕事ができたらお小遣いがもらえます。こちらは20円分のおやつをセットする仕事だったり、スケジュール用紙の穴開けです。木工製作などのお仕事もあります。園芸、飼育のお仕事、リサイクルステーションへ缶などを運ぶお仕事、工作材料の調達、夏祭りの準備のお仕事、雑巾縫い、地域のゴミ拾い。成果ですが、休憩やお楽しみを上手に取り入れることでスムーズにお手伝いの定着につなげることができました。家庭への反感に成功している子が多く、ご家族にも喜ばれています。働くことでお金がもらえるということを知ってもらうことができました。2、仕事を知る機会、職場見学、体験、 UI のパソコン事業の見学に行きました。実際にパソコンの解体作業もして楽しくて夢中になる子が多かったです。成果ですが、訪問した際の挨拶や返事、教えていただくときの態度など、仕事の雰囲気を感じてもらうことができました。作業体験が楽しかったという印象を持った子が多く、とても良かったです。効果の検証方法、活動内容や目標の設定、振り返りについて、1、子どもに説明をし同意を得ています。2、支援計画のお話をするときを中心に保護者様から聞き取りや確認をしています。日々の活動記録では、活動の様子を記録して多種多様な体験メニューになっているか確認できるようにしています。定着プログラムの確認表、定期的な見直しをする、日々新たな情報記入をし更新しています。目標では1年で達成できそうな目標を設定しています。実施記録をつけて同じ内容を繰り返し、時間効率や技量の上達を見る、準備から片付けまでの理解度や工夫、動きの良し悪しなどを記録確認しています。保護者様および地域へのフィードバック、連絡帳や電話、お迎え時に家での様子をお聞きしたり、反感への提供を行っています。保護者様からもしっかり褒めてもらっています。活動しているシーンを動画に撮りお見せしています。お迎え時など、卓球を子供と一緒にしてもらう、制作途中のものを見てもらうなど工夫しています。こちらはお迎え時、保護者様に卓球を見ていただいているところです。
その他必要に応じてケース会議を開くなど、保護者様や学校などの関係機関と情報共有、連携を取ることに力を入れました。まとめです。保護者様からの感想、スタッフの皆さんの励ましやアドバイスのおかげで本人も勇気を持つこと、今の居場所を見つけることができました。パソコン解体作業がとても楽しかったようです。イベントや長期休みのお出かけ、どれもいい企画でした。掃除や料理をさせてもらうことがとてもいいです。お風呂掃除は家でもよくしてくれていてとても助かっています。少しずついろいろなことに自信を持って取り組めるようになっています。本人のしたいことを話し合って決めていただいていることがとてもありがたいです。活動を通して会話や笑顔が増えたのがとても嬉しいです。丁寧に分かりやすく指導していただき助かっています。帰ってからもとても落ち着いています。何がしたいのかの教えてくれるようになりました。野菜の栽培などで苦手な食べ物が食べれるようになりました、など感想の声をいただいています。保護者様からの要望、社会性、対人スキル、コミュニケーション力を身につける、将来に向けての就労を体験、パソコン作業、子どもたちと協力して行う活動、買い物、バスの乗り方、調理、掃除、一人で外に行く場合に行動範囲が広がるといい、体を動かす、気分の切り替えなどしてほしいという要望をいただいています。今後もご意見をたくさん取り入れて活動を進めていきます。スタッフからの感想です。子どもたちの笑顔が増えたこと、友愛に来ることを楽しみにしていることが嬉しいです。意思を持って行動する子が増え、積極性、向上心を引き出すことができたと実感しています。誰もが落ち着いて過ごすことができています。息抜きの場所を提供できていると思います。メリハリのある活動、将来役に立つ様々な余暇を体験してもらうことができました。これからも笑顔あふれる活動をしていきます。ご清聴ありがとうございました。